んにちは。今日は特急旭山動物園号へようこそ。皆さんを乗せた旭山動物園号は札幌駅を出発して旭川駅へ向かっています。では車内をご案内します。この列車には動物の仲間たちもたくさん乗って皆さんと一緒に旅をしています。列車は前から1号車草原のサバンナ号、2号車熱帯のジャングル号、3号車北海道の大地号、4号車鳥たちの大空号、5号車極寒の銀世界号です。自分の乗っている車両をしっかり覚えてくださいね。車内には動物たちが椅子になったハグハグチェアがあります。車両ごとに動物が違うので、いろんな動物たちと記念撮影してくださいね。そして一番前の1号車草原のサバンナ号には靴を脱いで遊べるもぐもぐコーナーがあります。カバのボールプールや動物の絵本もいっぱい。みんなで仲良く遊んでくださいね。スタンプコーナーもありますよ。トイレは2号車熱帯のジャングル号、3号車北海道の大地号、4号車鳥たちの大空号のそれぞれ後ろ側にあります。わからないことがあったら車掌さんかスタッフのお姉さんに聞いてくださいね。ここで一つ皆さんにお願いがあります。列車内では絶対に走らないでください。通路は狭いですので譲り合って移動してくださいね。それでは旭川駅に向けて出発進行。保護者の皆様へご案内いたします。お子様のおむつ交換や授乳にお使いいただける授乳室が5号車極寒の銀世界号の前側にあります。車内販売はございません。合わせてお願いいたします。車両と車両の連結部分は足元が不安定ですので、お子様が車両を移動される際には必ず大人の方が付き添っていただきますようお願いいたします。またベビーカーをご利用の方にお願いします。ベビーカーを通路に置くことはおやめください。畳んで収納いただくか乗降デッキ部分にお置きください。また旭川駅前から出発いたします動物園行きバスの時刻表をご用意しております。1号車5号車の入り口横にございますのでご自由にお取りください。ご不明な点がございましたらお近くの車掌かスタッフへお尋ねください。なお特急旭山動物園号は2018年3月24日25日の運転が最後の運転となります。2007年の運転開始以来11年間たくさんのお客様にご乗車いただきました。長年のご利用ありがとうございました。どうぞ最後までお楽しみください。お友達の皆さん、長い間応援してくれてどうもありがとう。どうぞ最後まで楽しんでいってくださいね。列車はもうすぐ岩見沢駅へ到着します。岩見沢駅から乗ってくるお友達とも仲良く遊んでくださいね。列車内を走り回るのはいけませんよ。岩見沢駅を出発すると次は滝川駅に停まります。列車はもうすぐ滝川駅へ到着します。滝川駅から乗ってくるお友達とも仲良く遊んでくださいね。
列車内を走り回るのはいけませんよ。滝川駅を出発すると次は旭川駅です。お待たせしました。特急旭山動物園号、楽しんでいただけましたか？もうすぐ旭川駅に到着します。そろそろ自分の席に戻って降りる準備を始めてください。降りるときは足元に気をつけてくださいね。旭川駅ではバスに乗り換えです。バスに乗ったら30分ほどでいよいよ旭山動物園に到着です。ホッキョクグマさん、アザラシさん、ペンギンさん、その他たくさんの動物たちが皆さんの到着を待っていますよ。それでは皆さん、いってらっしゃい。旭山動物園は楽しかったですか？帰りも旭山動物園号で動物たちとの旅を楽しんでくださいね。このあと列車は滝川駅と岩見沢駅に止まります。帰りは5号車が先頭です。前から5号車が極寒の銀世界号、4号車鳥たちの大空号、3号車北海道の大地号、2号車熱帯のジャングル号、1号車草原のサバンナ号です。自分の乗っている車両をしっかり覚えてくださいね。車内には動物たちが椅子になったハグハグチェアがあります。車両ごとに動物が違うので、いろんな動物たちと記念撮影してくださいね。そして一番後ろの1号車草原のサバンナ号には、靴を脱いで遊べるもぐもぐコーナーがあります。カバのボールプールや動物の絵本もいっぱい。みんなで仲良く遊んでくださいね。スタンプコーナーもありますよ。トイレは2号車熱帯のジャングル号、3号車北海道の大地号、4号車鳥たちの大空号のそれぞれ前側にありますよ。わからないことがあったら車掌さんかスタッフのお姉さんに聞いてくださいね。ここで一つ皆さんにお願いがあります。列車内では絶対に走らないでください。通路は狭いですので、譲り合って移動してくださいね。それでは帰りも旭山動物園号でいっぱい遊びましょう。保護者の皆様へご案内いたします。お子様のおむつ交換や授乳にお使いいただける授乳室が5号車極寒の銀世界号の後ろ側にあります。車内販売はございません。合わせてお願いいたします。車両と車両の連結部分は足元が不安定ですので、お子様が車両を移動される際には必ず大人の方が付き添っていただきますようお願いいたします。またベビーカーをご利用の方にお願いします。ベビーカーを
通路に置くことはおやめください。畳んで収納いただくか、乗降デッキ部分にお置きください。ご不明な点がございましたら、お近くの車掌かスタッフへお尋ねください。なお、特急旭山動物園号は2018年3月24日25日の運転が最後の運転となります。2007年の運転開始以来11年間たくさんのお客様にご乗車いただきました。長年のご利用ありがとうございました。どうぞ最後までお楽しみください。お友達の皆さん、長い間応援してくれてどうもありがとう。どうぞ最後まで楽しんでいってくださいね。列車はもうすぐ滝川駅へ到着します。滝川駅で降りるお友達は忘れ物のないよう準備してください。降りるときは足元にも気をつけてくださいね。滝川駅を出発すると次は岩見沢駅に到着します。列車はもうすぐ岩見沢駅へ到着します。岩見沢駅で降りるお友達は忘れ物のないよう準備してください。降りるときは足元にも気をつけてくださいね。列車はもうすぐ終着の札幌駅に到着します。そろそろ自分の席に戻って降りる準備を始めてください。降りるときは足元に気をつけてくださいね。旭山動物園号、最後の旅は楽しかったですか？長い間応援してくれてどうもありがとう。ご案内は年尾おじさんでした。それではさようなら。